お子さんの様子は良くなりましたか？気を使ってくれてありがとう。今は落ち着いているみたい。かかりつけ医によると、今日は家から出して少し気晴らしをしてみてもいいと言っていたわ。ジュリア夫人、クルミネ、待たせたな。みんな揃ったみたいね。あと一人足りないだろ。でもオイラどこにいるかわかるぞ。おい、タルクシー。うわ、タルクシーが剣と盾を持ってる。綺麗だな。武器を持ったトルクシーはより気合にあふれて見えるわ。フレミネさん、さすがの腕前ね。オイラたちのおかげでもあるぞ。うん、旅人は目利きだね。材料はどれも品質がいい。そうだ、ジュリア夫人はさっき冒険の最後は戴冠式でエンディングを迎えたいと言っていたから、王冠の材料も頼めるかな。行く道中、ついでに探すだけでいいよ。もともと自分で解決しようと思ったけど、あなたが持ってきたものの方が、もっと綺麗かなと思うんだ。準備万端みたいだな。今から出発か？ちょっと待って。トルクシーが新しい姿になったから、絵本の1ページ目を更新できる気がするんだけど、みんなはどう思う？楽しみになってきたぜ。今のをベースにして調整するのはどう？少なくとも絵の内容が本来のものみたいに悲しくならないよ。悪いところをなくして綺麗に描き直すってことか？良さそうだな。じゃあ私が始めるわね。絵は得意じゃないけど仕事で触れたりもしているから、具体的な内容についてはみんな自由に話していいわ。僕はまず武器は書いていいと思う。王子が勇気の剣と豪気の盾を手にしたということは、現状を打破して暗闇に向かって進むと決めた証明だから。ええ、武器を書いて他には？仲間も入れた方がいいと思うぞ。今回トルクシーのそばには頼れる仲間たちがいて、一人で戦ってるわけじゃないし。仲間を書いて他には？色彩。色彩いいわね。色彩は大事。これから先の道はもう灰色に覆われた世界ではなく、色とりどりの希望に満ちているんだから。まさかこんなに勇気をもらえる絵になるなんて、素晴らしい。みんなのアイデアが素晴らしすぎるわ。よかった、みんな元気そうだな。トルクシーが一番元気そうだ。かわいい子、見てる？励みになったかしら。その通りです、ジュリア夫人。しかもまだ1ページ目に過ぎません。そうだぞ、オイラもう絵本を最後まで見るのが待ちきれないぜ。早く心を込めて完成させないとな。ええ、私も楽しみになってきたわ。じゃあここまでにして、みんな今から出発しましょう。よーし、タルクシーの不思議な冒険だ。これがフレミネが見つけた水中遺跡なのか？確かに大きいけど、思ってたのとちょっと違うぞ。わかってるぞ。けど、オイラは本当に童話の世界が見れると思ったんだ。水曜たちが住む色とりどりな家とか、虹の架け橋とか。ごめんなさい。
ちょっと飾り付けをしようかと考えたこともあるけど、工数と時間の関係で。おいおい、急に芝居の世界に入るなよ。つまり旅人はもう本質を理解したのね。パイモンも頑張って。カン、おいらを舐めるなよ。足を引っ張ったりしないからな。行くぞ、幻想パイモンモード発動。おほん、若き勇者たちよ、おいらはこの地を守る女神パイモン。お前たちは何をしに来た？女神様、私たちは王子トルクシーの仲間、王子の失った栄光を取り戻すべくこの地に参りました。おお、失った栄光。この女神のもとには金の栄光と銀の栄光と銅の栄光がある。王子がなくしたのはどれだ？え？なってない。これが女神の試練だぞ。この試練でわかるんだ、お前たちが欲深いやつじゃなくて本当に尊敬すべき勇者だってことがな。ならば女神の褒美を受け取りたまえ。この女神が金の栄光、銀の栄光、銅の栄光のすべてをお前たちに授けよう。そしてこちらの王子、この女神がお前に七色の栄光を特別に授けよう。お前の未来が輝きで満たされますよね。女神様の祝福に感謝します。今全身に力を感じます。僕もだ。これが伝説の女神の加護なのか。勇者たちよ、今から王国を侵略する魔物たちをやっつけに行きなさい。お前たちならきっとこの地で欲しいものを手に入れられるぞ。はびこりなさい。ただ、今回は深海のヒルチャール王者だ。怖がらないで。今のアクセントの前ではたとえ深海のヒルチャールの神であってもやられるのを待つしかできないわ。輝くがいい。はっ、はっ、ほっ。無事奪還したってことになったよな。そうよ、ここでトルクシーの戴冠式を行うつもりだったんだけど、ただたった一回で遺跡の最深部まで入れると思わなかったわ。こんなに順調だなんて。王冠が必要だともっと早くフレミネさんに言うべきだったわ。旅人と女神がすごすぎたんだな。一気に魔物の巣窟を片付けちゃったぜ。大丈夫ですよ、ジュリア夫人。王冠を作ってからまた来ましょう。みんなには手間をかけちゃうわね。それにトルクシー、かわいい子、あなたもよくやったわ。でもトルクシーがあんなに戦えるなんて意外だったな。本物の王子みたいだった。きっと彼を阻める困難はもうないはずだ。フレミネさん、ええ、きっとそうよ。まず拠点に戻ろう。ここに来る途中、旅人に材料を集めてもらったから、早速王冠を作りたいんだ。戻ったら、オイラたちの旅を絵にしようぜ。水曜王国を奪還したから、トルクシーの不思議な冒険を更新できるな。
分かってるならわざわざ言わなくてもいいんだぞ。分かったわ。じゃあ今日の物語はこうしましょう。幾多の困難を乗り越えて王子と勇者たちはようやく水曜王国の入り口にたどり着いた。そこで仲間の妖精パイモンがみんなに本当の正体、女神であることを明かした。やったー、女神が誕生だ。女神は勇者たちの誠実さを大いに称賛し、褒美としてたくさんの祝福を与えた。そして王子が目的を達成できるよう願った。女神の栄光を手に入れ、王子と勇者は邪悪な巣窟に突入し、魔物を駆逐して閉じ込められた可愛い水曜を救い出した。王子様はついに王国を奪還した。けれど王冠が、まあ王冠がまだできてないんだ。いや、王冠はそこにあった。魔物がこっそり奪い去ったんだ。悪い奴らはまだ諦めていなかった。しかし王子はすぐに王冠を奪回し、虹が再び王国にかかるだろう。おお、その解釈は没入感があっていいな。わあ、すごい、ジュリア夫人の絵は素敵だな。ありがとう。これで絵本の2ページ目も完成ね。トルクシーの冒険はますます終わりに近づき、王冠をいただき王となる。かわいい子、きっとその時には元気になってるわよね。きっとそうだぞ、ジュリア夫人。それにもしかしたら今日帰ってすぐお医者さんのいい知らせが聞けるかもしれないしな。ありがとう、女神様。そうだ、フレミネさん、王冠の制作について。一日あれば十分です、ご安心を。ありがとう。じゃあ最後の冒険はまた2日後にしましょう。ここに集まるので大丈夫かしら。じゃあまた2日後に会いましょう、かわいい仲間たち。夫人は帰ったし、オイラたちもそろそろ帰ろう。フレミネはまだ仕事があるよな。うん、ちょっと町に行って王冠の台座を作る部品を買ってこようと思う。いくつか違う案を作って一番ふさわしいのを選ぶつもり。そうだな、フレミネは他の人の依頼を簡単に引き受けないとしか知らなかったけど、一回引き受けたらこんなに真剣にやるんだな、知らなかったぞ。多分、おそらく。なんだなんだ。その、僕。おい、何もぐもぐしてんだ。その表情はなんだよ。なんだか顔が赤くなってるし、今すぐヘルメットをかぶって隠れちゃいそうだぞ。え、僕、顔が赤くなってるの？ひひ、フレミネ、もう今日はお前の仕事の邪魔はしないぞ。また2日後に会おうな。うん、ありがとう。わかった、また2日後。僕は窮地に陥った人に美しいものや奇跡を目にしてほしいんだ。こんにちは、パイモン、旅人。王冠はもうできたのか？うん、今ジュリア夫人を待ってる。まだ来てないから。じゃあもうちょっと待とう。それか直接探しに行くか。ど
遠いわけじゃないし、ジュリア夫人の家はあそこの丘の上だよな。おーい旅人、バイモン。話してたらちょうど来たな。やっと見つけた。二人が無事で本当に良かった。え、デラロッシュどうしたんだ。オイラたちに何か用か。何か用ってトルクシーのことに決まってるじゃない。あの恐ろしい水曜、あの日あなたたちに依頼した後、不安になったから水の中に入っていた子供についてまた聞いて回ったんだ。その件ならもう調査してはっきり分かったぞ。それはフレミネだ。魚群もこいつのせいでびっくりして逃げちゃったんだよ。安心しろよ、オイラたちが仕事を終わらせたら魚群を戻すからさ。ごめん、僕は潜水士なんだ。え、フレミネ潜水士。いやいや違うよ、私が聞いたのはそうじゃない。聞いたところ1ヶ月くらい前にある子供が体中に重たい貝殻を巻きつけてこの水の中に入っていったんだって。そして二度と戻らなかった。これは絶対水妖が惑わしたせいだよ。え？何か間違えてないか？本当の本当だって。何人かの優秀な漁師にも聞いたんだよ。その子は8歳で名前はレスコ、レスコ・ドストレ。待って、レスコ・ドストレ。そう、その名前。どうやら祖先がストレという地方から引っ越してきた一族みたい。母親はちょっとばかり名の知れた画商で、父親は早くに亡くなったらしいよ。そんなことがあってから母親はかなりのショックを受け、病気で起き上がれなくなったみたい。今はもうフォンテーヌ邸を離れたらしく、どこへ行ったかはわからないんだ。まさかレスコードストレ、ジュリアドストレ、そんな偶然があるわけないよな。お姉さん、ごめんなさい。僕たちは用があって、もう行かなきゃいけないから。ああ、うん。わかった。ちょっと様子を見に来ただけだから、無事ならいいんだ。じゃあ、私も帰るね。くれぐれも安全に気をつけてね。誰だ。部屋には静養中の患者がいる。用がなければ帰ってくれ。ここはジュリア・ドストレの家だ。私はそのかかりつけ医のジャラーカン。さっきの質問はどういう意味だ。他に誰が病気だというのだ。ジュリア夫人の子供だろ。ジュリア夫人が自分で言ったんだ。子供が孤独病を患ったって。間違ってはない。レスコー坊ちゃんも確かに孤独病を患ったことがある。しかし、まあいい。とにかく坊ちゃんはもういない。今孤独病は奥様の身を蝕んでいる。あなたたちは奥様の友人か。なるほど。気晴らしがしたいと言っていたこの数日間はあなたたちと一緒だったんだな。つまり本当に制御不能型幻想に陥っていたのはジュリア夫人自身だったってこと。だから子供はまだ生きてると。そうだ。坊ちゃんが亡くなった日、奥様はちょうど合点の準備をしていた。それは坊ちゃんのために用意していたのだが、準備のせいで奥様は坊ちゃんの最後の姿を見ることができなかったんだ。それが心のわだかまりとなったのか、あるいは旦那様が急逝した時、孤独病の種がこの家系に埋められたのか。まずは坊ちゃん、次に奥様と。そんな。でもジュリア夫人は何もかも良さそうに見えたぞ。すごく楽しそうに笑ってたし、ポジティブでいるようにってオイラたちに。それがまさに幻想と現実を混同させている症状だ。じゃ
ちに話してくれた子供についてのことは全部嘘だったのか？いや、本当のことだろう。ただ、それは坊ちゃんが亡くなる前の出来事で、奥様の時間はずっとそこで止まっているということだ。だからその後、子供がまだ生きている幻想の世界を作り出して、一生懸命子供の病を治そうと、僕たちを訪ねてきた。ここ最近は気分がいいようで、気晴らしをして帰ってきた時には、いつも鼻歌を歌ってる。それに、幻想を導き孤独病を緩和させる方法について、私と積極的に話し合ったりしてたんだ。昨晩までは、奥様は坊ちゃんの遺品を一晩中眺めていた。遺言が刻まれた貝殻を見つけてから、再び打ちのめされてしまった。奥様に鎮静剤を出したから、今は休んでいる。じゃあ、どうしたらいいんだ？何か手伝えることはあるか？早くジュリア夫人を助けてやろうぜ。焦らないで、パイモン。これは確かに悲しい知らせだけど、今は冷静にならないと。どうしよう。早く方法を考えないと。昔のハウス・オブ・ハースのことを思い出してみよう。子供たちや患者さんたち、そしてお医者さん。あ、そうだ。ジャラーカンさん、絵本を見ませんでしたか？ジュリア夫人が持って帰ってきたはずです。坊主、奥様が言っていた幻想を導く方法を試すのか。わかった、すぐに取ってくる。間違いない、これだ。そう、ジャラーカンさんの話によれば、僕たちの冒険はきっと夫人の役に立つはずだ。だからこれを完成させるべきだと思う。ジュリア夫人に見せてあげないと。お子さんがあの世界でハッピーエンドを迎えたことを。でもこれじゃもっと現実を受け入れられなくなるんじゃないか？現実を受け入れる前に、まず現実と向き合わなければならない。奥様は絶望的な感情に押しつぶされ、現実を見る勇気がないんだ。まずはこの状態から抜け出す手助けをするべきだ。うん。今日までトルクシーンの不思議な冒険はジュリア夫人のお子さんを助けるためだと思っていたけど、ジュリア夫人自身を救うためのものだったんだと今では思うよ。これを完成させたら、ジュリア夫人にとっての慰めと励ましになるだろう。そうすれば多少は現実を直視する勇気が出てくるかもしれない。善は急げ、今すぐ出発しよう。またここまで来たな。もうトルクシーの旅の最終章だ。でも一番肝心な人がいない。みんな、そう重くならないで。ジュリア夫人も言っていた。僕たちが落ち込んでいたら患者さんもめいっちゃうって。そうだ、オイラも笑わないと。ジュリア夫人には笑ってほしいからな。笑顔でこの冒険を完成させないとだな。そうすればジュリア夫人もきっと良くなるよな。うん、きっと良くなる。勇者たち気をつけろ。今やってきたのは王冠を奪い去った悪い敵だぞ。こいつらは毒眼海坊主だ。叩き潰せ。みんな気をつけて、また来たよ。怖がることはないぞ。今日の敵、これが最後の敵だよな。王子殿下、オイラたちがお前の王冠を絶対に取り返してやるからな。ごめんなさい、そろそろ行かなければいけないわ。友達と約束しているのに
もう随分と遅刻しているの。奥様、お体が。私を止めないで。今日はトルクシーを治療する一番大事な日。幻想を導く方法を使うの。あなたも効果があると思うでしょ。そうよね。奥様、あなたを止めているわけではありません。ただ、坊ちゃんのお名前は？ジャラーカン先生、患者の名前を忘れるなんて。名前はトルクシーよ。水曜王国の王子よ。今日その王冠を取り戻して戴冠式を行ってあげるんだから。奥様、安心してください。大丈夫ですよ。あなたの友人たちはすでに出発しています。待って、ほら、もう帰ってきましたよ。ジュリア夫人、ジュリア夫人、オイラたち王冠を取り戻してきたぞ。パイモン、みんな、それは本当？はい、王子の戴冠式はまだできていませんが、夫人、あなたが行うべきだと思います。よかった、よかった、トルクシー。かわいい子、私の子、聞こえる？全部戻ってくるわ。もう孤独にならなくて済むのよ。そして絵本の最後の1ページも、夫人、あなたが完成させるべきことです。そう、絵本も。でも私、絵本の最後に何を書いたらいいかわからない。トルクシーとオイラたちがわかってるぞ。早く準備しろよ。オイラたちが話すから夫人が書いてくれ。ここついに、トルクシーと勇者の仲間たちは力を合わせて魔物たちをかっこよく撃退し、見事な勝利を手に入れた後、王冠を奪い返した。故郷に帰った水曜たちは歓声を上げながら王子を迎え入れた。みんなは再び貴重な貝殻を取り出して、かつての虹の架け橋を作り上げた。王子はこの光景を見て、おお、なんて素晴らしいんだと心の中でつぶやいた。王子は感動しながら虹の架け橋の上を歩き、一緒にここまで来てくれた仲間たちを見つめる。旅人や女神パイモン、フレミネ、そして、あれ、もう一人は？と王子は四方八方を見回したが、その姿は見つからなかった。すると突如、その人が橋の向こう側に現れる。彼女は微笑みながら歩いてきて、その仮面を外した。王子は思わず涙を流した。なぜなら、一緒に付き添ってくれたこの謎の人物は自分のお母さんだと分かったからだ。ジュリア夫人は歩み寄り、王冠を王子の頭にかぶせた。そして微笑みながらこう語りかけた。我が子よ、我が国王よ、もう永遠に孤独を感じる必要はないのよ、と。ジュリア夫人、これが最後の物語だ。ありがとう、ありがとう、みんな。かわいい子、どうかお母さんに謝らせて。お母さんはもっと一緒にいてあげるべきだったわ。聞こえる？もう孤独を感じる必要はないのよ。お母さんも。どういうことだ？ジュリア夫人はトルクシーと話してるのか？早く僕の潜水用ヘルメットをかぶって。その中にはトルクシーの信号コードを翻訳するモジュールが搭載されてるから、それでトルクシーの話を理解できるはずだ。
さんもあなたを愛しているわ。僕の方がもっと愛してるよ、お母さん。どうしたの？何が見えたの？お母さん、僕は少し眠いよ。もう寝る時間だから、また子守歌を歌ってくれる？いい子ね。もちろんよ。聞きたければずっとずっと歌ってあげるわ。ありがとうお母さん。僕、お母さんの子守歌が一番好きなんだ。これで夢の中に、水曜王国に安心して戻れるよ。この子ったら。忘れないで、お母さんはずっとあなたを愛しているわ。そうね、ここから水曜王国までの距離くらい。忘れないよ、お母さんも覚えていて、僕がお母さんのこと大好きだってこと。ここから水曜王国に行って帰ってくるくらい。お母さん、おやすみなさい。旅人、パイモン、来てくれたんだね。フレミネ、こんな急いでオイラたちを呼ぶってことは、何かジュリア夫人に関する知らせがあったのか？いい知らせじゃないとオイラは聞かないぞ。安心して、いい知らせだよ。さっきお医者さんの付き添いのもと、夫人が来てくれたんだ。顔色も良くて元気そうだったよ。町に帰ってガテンの続きをするつもりらしい。今回はお医者さんと協力して孤独病に関する絵本を展示するそうだ。もちろんトルクシーの不思議な冒険と幻想を導く両方のことも含まれてる。自分の経験をもとにもっと多くの人を助けたいんだって。それはよかった。本当にいい知らせだな。うん。そしてこの絵本を受け取って、夫人からあなたたちに、もし今後誰かが同じような境遇にいたら、これを使って困難を乗り越えてほしいって。え？でもこれは夫人の子供の物語じゃないか。オイラたちに渡していいのかよ。複写本だよ。原本はジュリア夫人のところにある。それは夫人にとってとても意義のあるものだからね。ならよかった。ひひ。その意義の中には、オイラたちの努力も含まれてそうだな。今回の幻想冒険が本当に役立つとは思わなかったぜ。幻想は所詮幻想なんじゃないかって心配してたけど。パイモン、夫人が何て言っていたか知ってる？夫人はね、トルクシーに王冠をかぶせたとき、素敵なこと。つまり、お子さんが本当に帰ってきて、愛しているよって言ってくれたのが見えたって、そう言っていたよ。そして、その瞬間に子供とお別れができて、自分も癒されたかのように、体中に勇気がみなぎるようになったって。でも幻想が幻想でしかなくて、幻想の世界が全て偽りだとしたら、どうして人に力を与えられるんだろう。じゃあ何なんだ？童話の世界が現実に降りてきたんだ。その瞬間、美しい童話はほんのわずかな間だけ真実となって、現実に影響を及ぼした。きっとそうだ。あなたもそれを見たよね。そんなわけ
がないだろ。ありえないぞ。もしそれが本当だとしたら奇跡じゃないのか。そう、奇跡が起きたってことなんだ。僕は窮地に陥った人に美しいものや奇跡を目にしてほしいんだ。